皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。 As usual M08 後編続きをプレイしていきたいと思います。正直俺には理解できない。セドリックの考えはあまりにも非現実的だ。ただ弔いのためにいつ死んでもいいような覚悟で生きてる奴なんか本当にいるのか？魚の缶詰を受け取ったのは奴の生きたいっていう無意識なんじゃないのか？でも今さら俺に何ができる？誰が死んでもいつものことさと切り捨てて来た奴が、あいつの意志をねじ曲げる権利は？当番でもないのに彼に行きたいなんて珍しいじゃねえか。やっぱあの男が気になるのか？そりゃ働き手が増えんならありがてえよ。俺だって若いわけじゃねえからな。ま、うまく交渉してくれや。口から出任せは得意だろ。しかしね、その男、今までシェルターで過ごしてたような世間知らずじゃすぐには使えねえだろう。もし連れてきたら、おめえが責任持っていろいろと教えてやれよ。リナに指導するついでによ。新しい場所での狩りは順調だな。このペースならきっと備蓄も満ちるだろう。凍える冬の中、ここを移動することにならなくて本当によかった。特にリナは命拾いしたな。冬の手前、集落の移動に耐えられた子供は私の知る限りいない。さて、肉塊を開く作業に戻らなければ、あれの血抜きはいつやっても不快だが、いや、正直に言えば血ではないのかもしれないが、どちらにせよ不快なことに変わりない。おはよう、ニックス。そんな風に念入りにしちゃって、今日も狩りに行くの？ねえ、その山小屋にいる人、かっこよかった？それとも、可愛いタイプかしら？いやね、冗談だってば。でもちょっと、焼き餅焼いたでしょ？この人きっと、やけになってるのよ。ここに来て、みんなで暮らすようになれば、ちょっとは落ち着くんじゃない？確かに世界は、ろくでもないけど、今まで生きてたってことは死にたくないってことなのよ、多分。言ってることは当たってますね。針が大量だと、機器材の原料もたくさんあっていいね。皮肉なことに、これが俺らの命綱だからな。あの狩り場、他の区域の奴らにはまだ教えないでおくか。あいつら血の気の多い連中だからな。おはよう、ニックス。昨日の恩忘れてないでしょうね。缶詰よ、缶詰。あの後、数をちょろまかすのに結構苦労したんだから。ってなわけで、今日こそ、私も彼に連れてってよね。連れてってよ。私もセドリックに会ってみたいわ。やっぱり、今日もダメなのね。釣れないやつ。私だって、もう8歳よ。こう言っちゃなんだけど、物心ついた時にはこの世界にいたの。だから、もう守られてばかりは嫌。もう付き合いも長いんだから、分かってくれるでしょ、ニックス。さて、そろそろ行くか。あの道もだいぶ危なっかしくなってきたから、気をつけねえとな。マジね、何なんだよ、お前は。お前らは、まったく、恨みを通り越して呆れるぜ。
俺の経験上こいつは3日もすれば動かなくなるな。その時に改めて狩ればいいか。放棄でないものが。いろんな科学者がこいつらの正体を調べたけど、結局わからずじまいだ。みんなそれどころじゃなくなったしな。うわ、気持ち悪い。昨日引っこ抜いたばっかなのに、この辺の肉塊は元気だな。こいつらもだいぶ見慣れたな。いっそ言葉でも話してくれりゃ、俺の綺麗な、華麗な話術でなんとかできんのにね。昨日より動きが鈍いね。ほっときゃ動かなくなるかね。バッドエンドですね。やあ、おはよう。おはようさん、セドリック。また墓参りか？よくやるよ、本当に。まあね、この世界で私ができることなんてこれくらいしかないから。へえ、それはそれはって、おい！お前、その腕！ああ、さっき暖炉に噛みつかれて困ったよ。これじゃ墓に手を合わせることもできない。何をのんきなこと言ってんだ。今すぐ集落に行って治療しようぜ。このままじゃお前。そんなに騒がないでくれ。こんなことは、そう、こんな世界では当然起こりうることじゃないか。今さら何を驚くことがあるって言うんだ。そうだろ、ミックス。いや、でもよ。頼む、いつも通りに穏やかに過ごさせてくれ。ファンについて。奥さん、どういう人だったんだ。お前がこんなに尽くしているってことは、さぞかしいい人だったんだろうな。そうだな、とにかく明るい人だったよ。そして、とにかく無邪気だった。私が難しい顔をしてあれこれ考えていると、わざと変な顔をして笑わせてくるんだ。子供みたいだろ？変わってしまった世界の暗闇でさえ、彼女の明るさを、くじく、欺く、どっちでしょうか。すいません、間違ってたら。ことはできなかった。私はそれに何度も救われたんだ。ちょっとのろけすぎたかな。いや、いいんだ、俺が聞いたんだし。そうか。娘は8歳のどこにでもいる普通の子だったよ。私にとっては世界一だったけどね。ちょうど生意気盛りで口喧嘩をすると私も勝てないんだ。妻はよくそれを見て笑っていたよ。そっか、8歳じゃパパと結婚するとはもう言わない年齢だな。あ、そうだな。でもあの子もいずれは誰かと結婚して幸せになるものだと信じていた。私がもっと世界を知っていれば正しく守ることができたはずなんだ。全部私のせいだ。よし、狩りの方はこれでいいだろう。さて、問題はあいつの方だな。あいつは穏やかに自分の死を受け入れようとしている。その覚悟をかき乱す権利が俺にあるのか。セドリック、狩りは終わったんだな。じゃあさよなら。待てよ、なあ、マジでさ、来てくれよ、俺たちの集落に。腕まで食われてんのになんでそんなに危機感がねえんだよ。ここにいたらお前死んじまうんだぜ。それでもいいんだ、私は全てを受け入れる。
でもそんな、お前だって死にたくはないんだろ？って本当は。さあ、私にはもう自分がどうしたいかなんてとっくにわからなくなってしまった。ただ一つ確かな意志があるとすれば、ここで妻子を弔うということ。それしか私には残っていない。君は君の日常に戻りなさい。赤の他人の死に君が今更何かを感じる必要はない。俺は明日もここに来る。いいよな。さよなら、ニックス。辛いですね。おっと、リナ、バカ野郎、だからあれほどついてくるなって言ったんだ。リナ、何かしてやれることはねえのか。何か、そうだ、せめて眺めのいい場所に、いいところに。ニックス、その子は？頼む、こいつを、リナをここに埋めてやってくれ。眺めのいいところに。俺にはもうそんなことしか。わかった、手伝うよ。片腕じゃ大したことはできないだろうが。すまね。こういうことだったんだな、セドリック。誰かを弔うってこういう。俺本気でお前を連れ帰る気だったんだぜ。死者を、悼むより大事なことがあると思って。でももうできねえよ。今俺もお前の気持ちが分かっちまったから。いいんだよ、同じ立場にならないと人の心なんてお互い完全には分からないものだ。もう帰った方がいい、ニックス。暗くなると彼らも活発になる。どうか元気で。君にはまだ守るべきものが、ものもあるんだろう？ああ。さよなら、セドリック。いつものことさ、とはもう言えなかった。自分を麻痺させるのに疲れたのかもしれない。死者を悼むことを肯定されたことで、俺の心の芯のようなものが折れた気がした。それは、多分それは強がりとか強さとか、そういう曖昧な呼ばれ方をする部分だ。それがいいことなのかはわからない。この世界で生き残っていくためには、その盾は必要だったんだって気もするから。けど、気は楽になった。俺は明日もあの丘に行くだろう。As usual. いつも通りに。これ何回見てもこれはもう、はあ、セドリックー、ああ、もうすごい、なんか
あれですね、芸術的な終わり方ですね。これはこれでいいと思います。さて、バッドエンドを思いっきり迎えたので、ハッピーエンドに向かってちょっと話を進めたいと思います。乗り物に寄生しているやつは食ってもうまくねえんだよな。これは放置でいいだろう。もう新しい会話が。教会も墓も手向けも俺には遠い世界のものになっちまったけど、そうじゃないやつもいるんだな。風で土が飛ばないように水をかけてあるな。豆だね。飛ばしました、すいません。セドリック、聞いていいか。奥さんと娘さんは本当にお前に弔いを頼んだのか？そのはずだが、何が言いたいんだ？そう、睨むなよ。俺は別に弔いが無駄だとか、やめろとか言いたいわけじゃないんだ。ただ、死者に生きてる人間の命まで捧げる必要はあるのか？奥さんと娘さんはお前に生きててほしいから、弔いなんてものを頼んだんじゃないのか？全部想像に過ぎないけどさ、今までの話を聞いてるとお前っていかにも後追い自殺しそうじゃん。弔いを頼まれたなら、そこには必ずその人に生きててほしいっていう願いが込められてると思うんだよ、俺はね。どう？俺の推理。難しい顔してないで、なんかコメントしてくれよ。ああ、すまない。意外と的を得た発言だったから少し驚いてしまって。お、マジで？いかにも後追い自殺しそうなところ？君は人を見る目があるが、人を見る目はあるが、ちょっと失礼だな。よく言われる。じゃあ今日は帰るよ。集落の件、前向きに考えてくれよな。君の言いたいことは分かった。確かに私はこの使命感がなければここまで生きていなかったのかもしれない。生きていなかったかもしれない。少し頭を整理させてくれ。じゃあまた明日。違いますね。さて、今日も今日とて行きますかね。帰ってくる頃にはちゃんともう一人増えているといいけど、ワーフラグが立ちました。出る。お、座ってます。おはよう、セドリック。よしよし、どうやらまだくたばってねえな。おはよう、ニックス。相変わらず君はちょっと失礼だな。狩りをしたいのならご自由に。ただ、小屋の中には入らない方が。おい、どうした？小屋の中で何かあったのか？暖炉に手を加わりそうに。驚いたよ。小屋の肉塊に襲われたのは初めてだ。怖かったか？わからない。ただ、気づけば体が動いていた。彼に殺されないために小屋を出て、それから。いつも通りに飛行機が飛んで、ああ、鳥を追い払わないと。そして巻き終わってまた暖炉に。わかった。落ち着けよ。狩りが終わったらゆっくり話そうぜ。ああ。
なあ、セドリック、暖炉に手噛まれそうになったってことは、お前はもう餌って認識されてんだ。薬も抜けて、他の機器材もなし。このままじゃ、今日や明日にでも奴らの餌になっちまうんだぜ。わかってる。今朝、久しぶりに思い出したよ。死ぬことへの恐怖を。でも私にはどうにもできない。このまま感情を麻痺させながら、いつも通りの中で死んでいくしか。本気で死んでもいいって思ってるなら、これで俺を撃てよ。そしたら、お前の生き方にとやかく言う奴は消える。けど、それができないなら、俺はお前を集落に連れて帰る。いいよな。こんなものを渡したら私が自害するとは思わないのか？思わないね。お前ほどの愛妻家が生きててほしいって、妻子の願いをないがしろにするとは思えない。君はなぜこんなことに命を懸ける？死者に魂を捧げるつもりはないが、聖者になら、命を捧げてもいいと。俺はそんな聖人じゃねえって。今までだって自分が生きるためにいろんな奴を見捨ててきたし。でも、俺は変わりたいんだよ。いつものことさって言いながら、誰かを見捨てるのはもうごめんだ。そのためなら、命ぐらいかけねえとな。俺の自分勝手で誰かの人生をねじ曲げようってんだから。かっこいいですね。私は生きていくのが怖い。妻も娘ももうどこにもいないのに、こんな地獄みたいな世界で生きるなんて。でも、もう死ぬこともできない。私は二人に生かされていたのだと、君のせいで気づいてしまったから。なあ、セドリック、そんなに難しく考えんなよ。お前は今死んでなくて、その銃を俺に使うことも自分に使うこともできないんだろ？だったら、今の声、おい、まさか。クソ。リナ、あのバカ野郎、集落から出るなってあれほど言ってたってのに。リナ、ニックス、助けて、こいつ私を。分かってる、動くなよ。ナイフが効かない。クソ、ナイフが。ああ、もうダメ。伏せろ、ニックス。かっこいい。リナ、ごめんなさい、ごめんなさい、ニックス。ほんと、バカ野郎。集落に帰ったらみんなにこってり絞られてもらうからな。助かったよ、セドリック。ありがとう。無事でよかった。君も、その子も。あなたがセドリック？そうだよ。はじめまして。私も君と同じようにそこのお兄さんに命を助けてもらったんだ。え？なあ、いやー、それほどでも。ニックス、君は自分が変わりたいから私を助けるのだと言ったな。私も変わりたいんだ。大使の願いをこれからも守り続けるために。だから生き方を教えてくれ。墓の前から動かずに生きていけるほど世界は甘くなさそうだ。俺でよければ喜んで。お前ほどの度胸と射撃の腕があればこっちとしても大歓迎だよ。え、セドリックも集落に来てくれるの？やった！久々の明るいニュースね。みんなもきっと喜ぶわよ。そうと決まったら早く帰ろうよ。集落に着いたら私が中を案内してあげる。バカ、一人で行くなって。
お前、さっき殺されかけたの、もう忘れたのかよ。いいエンドですね。ここは確かに地獄だけれど、希望の希望は誰かの足元にあり、風が吹いて舞い上がるのを待っている。滅入るような日常、狂った世界、心の嘆きに麻痺したふりをするな。人が人であることを忘れるな。そうすればまた白い鳥は枝に止まるだろう。いやー、本当に感動的な話ですね。2回目ですが、もううるうる来ちゃいました。さて、こちらのゲームにはおまけ部屋というものがあるそうで、次回はそちらをプレイしていこうかと思います。それでは時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたしまーす。